総合やりますか。総合ね、総合格闘技。まあね、俺何でもやるから。やるんですか。やります。 K-1 ファイターのあなたが初の、はい、初の総合格闘技に挑戦ということで、これはいいファイトが好きそうなネタですね。これそうでしょ。うん、ね、これ面白いんじゃないですか。そうです、これやりますよ。そこでですね、今回は相手を用意しました。あなたの相手をわざわざ千葉の方から呼んできましたよ。その相手メインカード第2試合を紹介いたします。格闘界のデビルマン内田昇選手入場。どうも。どうも。元気ですか。よいしょ。ハブってる、ハブってるよ。やっぱ来ただけでマイクハブらせるってすごいですよね。すごいすごい。相変わらずですね。あのどうですか最近は。暑いです。プロレスやったり、いろんなところ出て、本当に格闘技界の八方美人という噂が流れてますよ。いや、まあまあまあ、まあ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 、でもうちはね、結構、今回ね、前回で、今回じゃねえや、去年、俺に、絶対勝てるとね、言って、大丈夫ですかって言ったら、名作戦、ここでやったんですよ。よで急遽試合決まってでやるっちゅうから、で負けられたら困るんですよって言ってんのに、1ラウンド調子こいてワンチャン当たっちゃって、もうちょっとなるんじゃないかんで、だいぶ違うっちゅう。広瀬君、今日レフリーどうでした。あれどうでした。広瀬レフリー今日フリップ、どうでした。タオルしないんだから。あ、ちょっとどうですか、審判にちょっとあれ聞きます。タオルじゃないわって。あんなのダウンにしたらダメでしょ。わかりました。じゃあそれはそれで、難しい、ね、ますよ。とディフィカルト難しい。はい。正直そのメイ様も、まあ、今回出てくるっていうこともあって、メイ様とっていうことも考えたんですよね、リベンジを。でもなんかせっかくの記念大会で、まあ再戦をだけで、まあ、内田昇るっていうのをね、演出できるかっていうことで、まあ、プロモーターとして考えた場合、何が変わったことをやってもらいたいと、ね、話題になることをやってもらいたいわけですよ、こっちは。まあ、そうですね。そうですね。その中でちょっと、総合やりますか。総合ね。総合格闘技。まあね、俺、何でもやるから。やるんですか。やります。 K-1 ファイターのあなたが初の総合格闘技に挑戦ということで、これはいいファイトが好きそうなネタですね。これそうでしょ。うん、ね、これ面白いんじゃないですか。そうです、これやりますよ。そこでですね、今回は相手を用意しました。あなたの相手をわざわざ千葉の方から呼んできましたよ。その相手はですね、発表します。今日はい、お願いします。はい、MMA ルールですね、エルガイツ特別ルール、無差別級、はい、3ラウンドとして、パンドラスとか、あとアレックス・ロバーツさん、わかります。アレックス・ロバーツさん、ロバーツさんの、まあ、パンクラスにも出てて、あとそうですね、キングダムでも総合でも無敗ですね。総合格闘ゲームで出てるか無敗、それとあとその後にキックボクシングのバズカかなんかで、チャンピオンとかなんかどっかでなりましたよね。アレックス・ロバーツさんのジムの総合格闘技の練習相手ということで、新鋭です。空中拳会館の中村総一郎選手ですね。これはですね、空道大道塾の空道の関東3位ということで、あと相撲出身ということで、結構がっちりした選手で、まあ、あとマスコミにリリースの時は写真も載せますが、なんか言ってるじゃないですか、囚人みてえだとか、
写真見て囚人目線だったら失礼なこと言ってない。どっちが囚人目線なんだよ。相手に対して好きなこと言わない、こういうこと言わないんだから。どういう変なこと言うな。いやいやいや、でもまあ本当にウッチーのね、総合初参戦ということですごく注目されてると思うんです。注目 されると思うんですね。お願いしますよ。もちろんその後勝ったら、もう勝ったらその次の話までしちゃってますからね。だからね、中村さんがもしあなたに勝ったら大物ぶりとして、総合格闘技でもあなたに勝つということは一つの、あの相手のステータスが無名の選手なんです。すごくリスキーな戦いですが、まあ、あの合宿来ます？合宿キングダムの合宿を9月ぐらいにやる予定なんで、それで泊まり込みで来ればいいじゃないですか。行きますよ。来ます？マジですか？マジですか？じゃあやっちゃいますよ。やっちゃいます。まあ今回は本当にどうですか、総合にかけた着替えっていうか、ちょっと言っていただければ。着替えなんてもないですよ。総合も、総合とか、総合ってことはあって、立ち技もあれば寝技もある。立ち技のチャンピオンだった人間が、ね、寝技をやればどうなるのって話ですよね。だったらな、別にそうだけどね、チャンピオンなんだから、俺強いんだから。そうですか。はい、勝っちゃう。で前回のように俺に前回はだからおかしいんだよな。で、メイサムさん、後でカード発表しますが、メイサムさん、もう一回やらせるんじゃん、あいつと。あいつ、てか俺のバックライトのあれはどうなったんですか。いやいやいや、だからこれ、まずはこれ、あれのバックライトのタイトルマッチはどこ行ったの。いや、そうそう、それもちゃんとちょっと待ってください、その前に、はい、次のことよりも、はい、よく言ってんでしょ、発表、チケットが1枚でも残った場合はキングダムはなくなるんですよ。だから売ってくださいよと。チケットを売ってくださいよと。大丈夫ですよ、もう。でもね、ほんとすごいですよ。電話とか連絡、もうほんと今でもね、正直言うと半分も言ってます。もうやばいです。なぜかって言ったら、やっぱそれだけ期待感。あと、このカードにしても、やはり今までのキングダムと、あと、スピードですね。カード発表のスピードにしても、今までと全然違うじゃないですか、気合の張り方。2ヶ月ちょっとしか切ってないですよ。まあそうですね。すごいですよ。こんなカードですよ。すごいですよね。ちゃんと。これとこれが戦うわけじゃない。これとこれが戦ってもいいんですよ。これとこれが戦うわけじゃない。なわけねえだろ。そっちの方が面白いじゃないか。いやいやいや。いや、そしたら俺これとこれを戦わせるとか、こうやって。これじゃダメじゃないですか。それじゃ面白くないでしょ。それとこれに行きますよ。これね、勝手なこと言わないでください。もう時間ないんだから。ここ出てくるのこれ。いや、それはちゃんと。これ出る気がする人は。なんだっけ、あったかい、おー、つまみ出せこいつ。まあまあまあ、そう、そういうところでですね、今回の内田さんがね、ついに出るということで、アレックス・ロバーツもセコンドに、まあ、アレックス・ロバーツも記念大会なんで、うちに出てるんで、来てもらって、記念。勝ったら、アレックス・ロバーツやる。いや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 、アレックス・ロバーツは引退したから。引退って関係ないでしょ、みんな引退したらこれ。引退したらキングダム、俺受け皿じゃねえか、引退した人の俺今日ね、杉田さんの引退試合の発表だから真面目にやってたでしょ、初めは。まあ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 、皆さん飲んでくださいよ、もう本当に。そんな感じなんでね、ウッチーさん、じゃあ10月3日、はい、ぜひ頑張ります。総合格闘技で、まあ今後ね、まあ、両手使いということでやっていきましょうか、両手使いで。変な人取られちゃうじゃないですか、ほら。内田昇選手でしたー。ありがとうございました。